DJ フォンタナと通称されるドミニク・ジョセフ・フォンタナは14年間にわたってエルビス・プレスリーのドラマーを務めたことで知られるルイジアナ州シュリーブポート出身のアメリカ合衆国のミュージシャン。フォンタナはプレスリーが RCA レコードで吹き込んだ曲のうち460曲以上に演奏を残した。DJ と通称されたフォンタナは カントリー音楽を流すラジオ番組ルイジアナヘイライドに毎週土曜日の放送に登場する専属ドラマーとして雇われた。1954年10月、フォンタナはプレスリーのためにドラムを演奏するよう雇われ、そこからその後足掛け15年に及ぶ両者の関係が始まった。フォンタナは NBC のテレビ特別番組エルビスにも出演して演奏した。フォンタナは 当初サム・フィリップスが集めた、スコティ、ムーア、ビル・ブラック、エルビス・プレスリーからなる、ザ・ブルームーン・ボーイズと名乗るドラマーのいないバンドに、後から遅れて加わった。このバンドは、ハートブレイク・ホテル、ハウンド・ドッグ、冷たくしないで、監獄・ロックなど、エルビス・プレスリーの1950年代における、ヒット曲の大部分において、演奏を務め、録音を行った。このバンドは広く、 各地をツアーし、何度もテレビ番組にも出ており、1956年と1957年には、エドサリバンショ賞にも出演した。俺は、ヘイライドで、単純さの価値を学んだんだ。アルバン、スコティ、ビル、エルビスの演奏を聴いて、このサウンドを混ぜ返すわけにはいかないと分かったんだ。だから、いつも俺は、自分が感じるままに演奏してる。もしうまくいかないことがあれば、 同じことは申しない。この単純なアプローチは、俺が、これまで、とてつもない量のビッグバンド音楽を聴いてきたことから、来ているんだと思う。俺はそれをロカビリーに持ち込んだのさ。このバンドは、1958年に解散となったが、フォンタナとプレスリーは、その後も1960年代を通して、定期的に共演し、録音を行っていた。その間、時にはムーアが加わることもあった。 ムーアとフォンタナも共演を長く続けており、2002年にはポール・マッカートニーを加えてザッツ・オール・ライトを録音した。1958年以降、ブラックは彼らとの共演をすることはないまま、1965年に死去した。1983年、フォンタナはプレスリーと共演していた当時について写真を多く用いた書籍。 DJ フォンタナリメンバーズエルビスを出版した。2009年4月4日、フォンタナはロックの電動にサイドマン部門での電動入りを果たした。2018年6月13日、テネシー州ナッシュビルの自宅で死去。AP 通信は妻の話として就寝中に亡くなったと伝えた。87歳ボーありがとうございます。